いこなすに決まってるでしょ。私の曲なんだし、大事にするわ。楽曲喜んでくれたみたいですね。いえいえ、これが仕事ですから。それでは次は衣装とアクセサリーを選んでみましょう。そうなんです、アイドルたるものステージで華やかに輝かなくちゃいけませんから。今回は最初なので、またまた特別にいくつか用意してみました。プロデューサーさんのコーディネートでアイドルたちの魅力をアップさせてあげてくださいね。まだ始まってませんよね。
テレビ出演なのでファン人数が増えた時にはファンレターが届くことがあるんです。しかもプレゼントを一緒に送ってくれる場合もあるみたいですよ。これは要チェックです。それじゃあお先に失礼します。また来週一緒に頑張りましょう。
おはよう。先週はお疲れ様だったね。オーディションの手際実に見事だった。やはり私の目に狂いはなかった。今こそ確信したよ。君ならばやってくれるだろう。いきなりだが、君に2人目のアイドルのプロデュースをお願いしたいと思う。いや何、君ならば問題ないだろう。それに君の活躍次第ではあるが、最終的には君に我がナムコプロに所属しているアイドル13人全員をプロデュースしてもらいたいと思っている。驚くことはない。最終的にはと言っただろ。すぐに13人ということではないのだよ。プロデュースするアイドルを増やすタイミングは君の成長に応じて私が判断する。したがって君は今のままただ全力で目の前のアイドルに集中してくれればいい。よろしく頼むよ。では早速だが、2人目のアイドルを選んでくれたまえ。